本文字スゲルイカレックスピズフォーミスコンプレックスは、スゲ属の植物の一群。根質用を多数出し、細い方を出すもので、非常に変異に富み、分類には多くの異説がある。スゲ属は分類や同定が難しいことで知られるが、この群は特に難しいものである。日本から東アジアに広く分布し、 基本的な特徴は共通ながら、細部で異なるものが多数存在する。地域による変異もあり、それぞれ各地域で珍しいものではなく、また複数のものが同一地域に見られることも多い。その分類は諸説あり、ほとんど全部を一種にまとめるものから多くを独立の種とする扱いまである。本文字すげはその代表的な種である。 ゴンゲンスゲの名を取ることも多いが、この名は現在では、標準は名とされていない。この群は分類上は、スゲ族内でシバスゲフシセクト、プロキーズ、あるいはヌカスゲ不シセクト、マイトラーティーなどに含まれ、いずれも名は違うが、アオスゲやカンスゲなど、よく知られた種を含む大きい群であり、本群以外の種も多く含まれる。その共通する特徴は、以下のようなものである。その中で、 本群の特徴は以下の通りである。丘陵地や森林内に生える。つまり湿地性ではない。湿地近くに出現するものもあるが、特にそのような環境に限られたものではなく、中には道路脇に出るものもある。蒸気のようにかなり共通の特徴でしっかり絞られているようではあるが、実際にはその内部での際はかなり大きい。以下のような特徴の違いが見られる。 他に、糸菅などは特に葉が細いことでその名があり、ただし現在は複数種を含む。また、毛菅と毛ヒエスゲは植物体全体に毛があり、花方以外はほとんど無毛の多種と区別される。花方に毛があるかどうかも安定した特徴とされる。この群の分布域は日本全域及び中国中部からサハリン南部にかけて広く連続的になっている。 その各地で普通に見られるものである。日本産のものは、ほとんどが、日本固有種で、白本文字ゲが、朝鮮半島から中国まで、ケスゲが、中国、サハリン・イトスゲが、千島列島からサハリン、アムールまで、イトスゲが朝鮮から台湾に分布する。なお、南西諸島や小笠原諸島には分布していない。蒸気のように各地で普通種であり、地方変異が多く、 また環境によっても変異が生じるため、むしろ標本収集の努力が行われておらず、少数の個体をもとに記載されたり、各地の変異が独立に別種として記載されてきた経緯がある。それらを総合してまとめる説もあり、またある程度のものを独立の種と認める立場もあり、さらには新たな種の記載も行われてきた。小山には以下のような種が挙げられている。 著者はこれらすべて単一の種 C ピズフォーミスの変種、ないし品種とみなし、和名をゴンゲンスゲとした。北村田は、本文字スゲ C ピズフォーミスの下に足として、それらほとんどを含める扱いをしている。他方で多いは海底日本植物詩でゴンゲンスゲを、基本種とみなして、学名を C サショリネンシスとし、その下にほとんどを変種として含めながらも、糸スゲ、本文字スゲ、 西の本門寺菅、毛菅、鶴梨大大糸菅を独立の種とみなしている。勝山はさらに多くの種を認めており、ベニー菅やキート菅を大糸菅の下に置いた他はほとんどを独立種としている。星の他ではほぼこれを継承しており、新しく追加されたものを含め以下のようになっている。カンスやヒメカンスゲ、ミカンスは、 その近似した数を含めて本軍に似ているが、特に三山間菅,菅は細長いメスコボをつけ、かなり似て見える。これらは常緑性で、大抵は本軍より幅広くて、硬い葉をつける。また本軍のものがメスコボを、大抵は二つ、せいぜい三つつけるのに対して、これらはもっと数多くのメスコボを出すことが多い。同じ不死に属するものに、青菅や、その近縁種群があるが、 これらははるかに小さいもので、こぼは、家計の先端近くに集中し、時に離れて木部からも出る。北村ほか勝、勝山勝山、P22 か、主として、北村ほか、P209 から210、勝山、P171、北村ほか、P210、北村ほか、P209 か,から210、小山ここまで、小山勝山、ありがとうございます。